皆さんおはようございます。今日は9月14日今朝の5時32分です。外はね、小雨が降ってます。それで今朝は全くいつもと違う場所なんですけれども、この辺のですね、ちょっと小高い場所です。本当はね、ここに京浜急行の、三崎口駅ができるはずだった場所ですかね。当初の計画でですね、割とここからはね、大島が見えたり、江ノ島はここから見える、見えない、ギリギリ見えないのかな。海が見えます。富士山は、ね、よく見えるんですけれど、あとこの辺の畑とかもね、よく見下ろせます。昔戦国時代ならね、ここに、城を築いたでしょうね。出城なのか本丸なのか分かんないですけれど、そういった場所です。なんとなくね、いつもと同じ場所よりも、こういうところでね、どんよりして曇ってるんで、景色そのものはね、夕方だとすごくここから、夕日とか、あと割とぐるっと周りが360度見渡せます。180度はもう何もこう見下ろすような感じでね、残り180度はちょっとね、草むらがあったりしますけれど、でもこの辺では小高い場所です。今朝は部屋でね、語ろうかと思ったんですけれど、部屋の中で腐っててもしょうがない、腐っててっていうか、昨日もね、そのアップルの発表会があって、それで、私もちょっとぼやいてたんですけどね、夜のライブでも、高えよなって、言いたいことは高えよなって。でも、高い安いっていうのは、その人、各個人の物差しによるわけですよね。私が例えば稼いでて調子がいい時なら、別に高いとかってこともないんじゃない、そんなの安いよって、多分言ったと思いますね。でも今の私には当然、年収100万の人間が20万のスマホは買えないですよね。そんな話で分かりきった話なんですけどね。それで今朝起きたらね、なんか知らないけど、あれと思って、なんか情けねえなという、そういうふうに思ったんですね。私に親がいてね、なぜか母親が出てきて、そんなね、その20万のものも買えねえのかよ。うちのおふくろはそんな浪費家ではないので、そんな高いもの買わなくていいってスマホですけどね、多分うちの母親だったら、電話できればええんじゃっていうね、そんな高いもの買わんでっていうふうにね、言ったと思いますね、おそらくね。ただそうやって思って、であと猫を早く朝ごはんくれよって言ってね、分かったって、今日は朝日見えそうにないし、じゃあ先にご飯食べようかっつって、猫にご飯をあげてね、それでもやっぱりちょっと諦めきれないから、Apple Watch とかの、その iPad でね、Apple Watch とかのシリーズ4を見てたわけですよ。今日の夕方4時から予約が始まるんですかね、iPhone も、もちろん、買えないし買うつもりもないんですけれど、お前何、稼ぐってことは考えないのかっていうことをね、自分自身に自問してみたわけですよ。自分に問いかけてみるね、稼げばいいじゃんかお前って。でもね、自分でそうやって稼いでたけどね、仕事にも失敗して借金も抱えてて、でこの年じゃどこも取ってくれないしね、取ってくれないことはないけれど、そんな仕事はやりたくないしねとか、そんなことを頭の中がおそらく巡ってたんだと思うんですよね。言葉にはならないですけれど、でもお前じゃあ稼げばいいじゃん、お前のねやりたいことで、でもそのバイタリティが湧いてこない、そんなアクセクするより、
食べていければね、それでもいいんじゃないのって。でも最近どうも我慢することが多すぎて、ああ沖縄行きてえなとかね、でも沖縄行くんだったらここ行きたいし、ここに泊まりたいしとか、まあ、そういうこともあれねえんなら行ってもねとか、だったら別に行かなくていいやみたいな、まあ、そういう自分がいるわけですよ。それよりね、美味しいもの、美味しいものって言ってもなんかそんな高級料理店行かなくても、自分でね食材を買ってきて、でもまあ確かにそうなんですけど、じゃあお前歯が今2個取れてんだろって、歯医者も行けねえんだろお前、そのうち大変なことになるぞって、だついついお酒に手が伸びますよね。でもまあ貧乏だからお酒も買えないからね、でもあると飲んじゃう自分がいて、あこれいかんなと、禁酒しなきゃいけないねって、まあそういう、まあまだそういう理性のかけらは少し残ってはいるんですけれどね。でもどうも闘争心というか、若い時だと畜生よしよし稼いでやろうっていう、でもそういう気持ちがもうずっとここ何年も湧いてこないで、まあ今そこで葛藤してますよね。今朝もでもその先の答え、その先の答えがねなかなか出てこないわけですよ。偉そうなこと普段ね自分でこうやって動画で言ってますけどね、夢がどうのこうのとか縁がどうのこうのとかね、まあじゃあ突破、何か突破しなきゃいけないものがあるのかなというふうにも思いますしね。今もここでこうやってまあ誰一人一人来ない場所で景色はいいですよ。まあ今朝はあいにくの曇り空でどんよりしてね、灰色の空に、海も灰色ですけれどね、空もね、まあ虫が鳴いてるだけですね、あと風の音。さあどうしたもんでしょうね。まあこの動画を撮り終わったら、まあ編集しなきゃいけないんでね、すぐ部屋に帰りますけれど、まあ、何かこう虚無っていうんですかね、虚無、よく虚無僧っていうじゃないですか、こうね虚無僧虚無、一度虚無になった方がいいのかなと、今朝はそんなことを思いました。さあ今日は金曜日ですね、まあお仕事の方がほとんどだと思いますけれど、まあお仕事の方は元気でいってらっしゃい、お休みの方は、良い一日をお過ごしください。もうだいぶ涼しくなってきました。明日、あれ明日から3連休なのかな、どうなんでしたっけね。皆さん良い一日をお過ごしください。それでは皆さん、チャオ。